大津街道は、大津塾と伏見塾を結ぶ街道。東海道、京街道、伏見通とも呼ばれる。東海道の大津塾から、京都中心部を通らず、げ茶屋追分けから、山品盆地を南下し、下重寺から、東海山の南北に抜ける道を通って京街道の伏見塾に至る街道。現在の滋賀県道、京都府道35号を通路線である。これを、 南方からたどると、伏見からしばらくは、伏見街道を行くが、深草の藤森神社前で東に分岐し、元教と教育大学キャンパス東方の西福寺の角で再び北向きに転じ、JR 奈良線を斜めに横切り小さな国局,局を経て、大岩街道に合流し、これを東にたどれば、山品関十寺に至る。ここから、山品盆地を北上し、大岩で山上大橋を、 起点とする東海道に合流する。大津塾までの東海道と大津海道、富士見塾から大阪までの街道を、近年は総称として、東海道五十七寺とすることもある。参勤交代の西国大名が、都に入り、朝廷と接触することを嫌って、江戸幕府が作ったとされる。富士森神社の鳥居には、御水のお天皇の直額が挙げられていたため、 社前では参勤交代の大名をもけば一礼しなければならなかった。幕末にはこれを嫌った近藤勇が鳥居から直角を下ろさせたとの伝説もある。ありがとうございます。